こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。えー、ーブ園記念競輪。えー、二日目、えー、優秀戦の予想をお送りしたいと思います。はい、えー、まずは簡単に概要ということで、えー、私の本命は平原の番手を回る、えー、木暮れです。で、えー、裏は返さずに行きたいと思います。 で、えー、もし波乱があるならば、新、え、座、ー、が先行した時の、先行粘った時の成田。とな、と思っております。はい。では、詳しく説明したいと思います。12レース優秀戦です。はい。SQS 班が4人。特に、あの、平原の校長が、 抜けてますね。初日特戦2位切って1着取りましたからね。はい。地元、相当気合入っております。はい。えー、並びは3分線プラス中村博が短期ですね。上には4分線って書いてますが、中村短期なんで、これ4分線に入れていいのかっていうのはありますね。 えとそうですね、前を取るのが誰か。まあ、北日本は先行したいだろうから、後ろに行きたいだろう。で、えーと、スタート回数は桑原が4回、えー、成田が3回。ですが、早そ々うそう飛び抜けてるわけではない。 だから、三谷が前を取る可能性もありますねし。平原が取っちゃう可能性もあります。マック回数は、えっ、ー、と、新山が、やっぱり12回でトップですねで。三谷も10回と意外とあります。ホームぐらいからなら仕掛けてしまいそうですね。で、平原が5回です。 例えば、平原、あの、松山の、松山 G2 では、あの、他が流してるとこ、一気に叩いて先行して、えー、っと、武田とワンツー決めてましたね。そういう緩んだところでいけるとこが、平原、あと三谷も強いとこじゃないかなと思います。 というわけで、えっと、展開を考えると、まあ、やはり、新山が、押さえていってしまうんでしょうけど、まあ、三谷の動向もあって、三谷は前々踏みますからね、そうそう簡単には、あの、いかないんじゃないかなと。 新山が流すと、まあ、平原が仕掛けて、仕掛けるんじゃないかなと。で、初日ですね、木暮れは刺さなかったですよね。平原の先行を。で、えっ、ー、と、ここですね。なので、 やっぱり平原が押し切るんじゃないかなとも思ったんですが、ここであの気になるのが、武田が3番手回ってるんですよ。あ、平原と武田って言ったらゴールデンコンビでって言われてますよね。長、長年の間。なので、平原、武田、木暮れでもおかしくないんです。別に木暮れ地元じゃないですから、それにもかかわらず、木暮れが 番手を回って、武田が三番手を引いてるって、これ何かあるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、一つは武田の足のも、足が落ちてるというのも、まあ、考えられるんですが、やっぱり松山 G2、武田は優勝してますからね。まだ格的には着ぐれよりは上、上のはずなんですが、 それでも3番手を回ったということで、やっぱりこれすごい怪しいなぁと思うんですよね。単純に武田氏が落ちたんじゃない、ないんじゃないかなということで、あとまあ、初日木暮れが、が、我慢したように見えるっていうのも、まあ気になる要素と、いうわけで、もう行っちゃいましょう。 えっと、その番手回る木暮れを本命です。なので、えー、優秀は、あの、もちろん、あの、ひら、ひが一番優勝を狙っていると思います。平原は優勝を逆算して走る、走ってるはずです。で、優秀は、あの、勝ち上がりが関係ないんで、 ここは、ま、積極的な競争もして、やっぱり新山に見せつけときたいっていうのは考えるでしょう。まあ、あの、三谷が思い切り突っ張れば、ま、叩き合いになれば、平原はさすがに無理はいかないでしょうけど、やはり、んここは、 有利に運ぶためには積極的な仕掛けになってくるんじゃないかなと思います。なので、えー、その番手を回る木暮れが今日は刺すんじゃないかなと思いました。まあ、オッズさっき見ましたが、もうちょっとついてくれたらよかったかなというオッズではありますね。まあ、それでも、えー、木暮れから、えー 折り返しなしでいきたいと思います。えー、もちろん、あの、前を回る平原、えー、っと、その後ろを回る武田はもちろん、あと、あの、短期の中村も、ま、4万手回れば、武田をかわすだけなんで、まあ、うちもつけますし、 記念の優勝までは考えてないけど、逆に優秀だったら、あの、狙ってくるんじゃないかなということで、え、中村結構88倍ぐらいついてるんですよ。木暮れ頭から。まあ、そんなにあの、美味しいなとは思わないんですが、やっぱり気をつけないといけないかなと思います。で、ちょっと調子自体パッ としないなぁとは思うんですけど、一応み、見たにかなぁ。もしかしたら武田が離れて、その3番手にハマるかもしれませんからね。で、えっ、ー、と、押さえに成田を開けてみたいと思います。えっ、ー、と、これ成田、さっきオズ見た結構つくんですよね。 で、結構多くのし、ほ、他の予想してる、YouTube で予想してる人の動画を見てみたんですが、成田方目にしてる人がかなり多い。なので、ちょっと、あの、目線を変えて気グれでいこうかなと思ったんですが、やはり、西部へ、あの、先行が有利、まくりはあんまり有利じゃないってこともあって、新山、 初一応先行も相当良かったですからね。サイド選定を取れれば、まあ、三谷の動向はちょっと気になりますが、このメンバーでも、あの、4コーナーまで回ってこれるんじゃないかなということで、えー、番手を回る成田が、怖いと思います。で、えー、ラインの新山と和田。で、ここでもやっぱり中村。 で、あとはあの、まくってくる平原と三谷ですね。はい、以上、えー、西部園記念の2日目優秀戦の予想をお送りいたしました。ゲーム動画でいこうでは、チャンネル登録募集しております。はい、えー、この動画のタイトルの右に、 登録するボタンがありますので、えー、ぜひともご協力をよろしくお願いいたします。えー、ブログ、ツイッターもやっております、えー。説明欄にアドレス記載しておりますので、よろしければアクセスしてみてください。また、あの、最後の20秒で、えー、関連動画、動画リスト、えー、こちら4つ出てまいりますので、えー、お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。 はい。果たしてどういう結果になるんでしょうかセブン記念、優秀の予想をお送りいたしました。ゲーム動画で以降でした。